ロシアのペスコフ大統領報道官は29日、フィギュアスケート女子のカミラ・ワリエは、ロシアにドーピング違反があったとして4年間の資格停止や2022年北京冬季五輪の失格処分を課したスポーツ仲裁裁判所、CAS の裁定を政治的な決定だ。同意できないと批判し、異議を申し立てる意向を示した。タス通信が伝えた。 エスコフ氏は記者団に意議申し立ての手段があるなら当然そうする。我が国の選手の利益を守り抜くと強調した。ロシアフィギュアスケート連盟の高岸会長は CAS の発表を詳しく分析すると表明。共同。